尾形が来てから休みが増えてドライブする時間も増えたな。そろそろ充電するか。よし、じゃあ充電中にこの辺でお茶でもするか。いらっしゃいませ。お待たせしました。あ、素敵な指輪。ありがとうございます。これ自分で作ったんです。すごい。俺指輪職人なんですよ。まあ、プレゼントしてくれる彼女もいないんですけどね。ああ、指輪職人ってお客さんの結婚指輪たくさん作るから自分のはなかなかはめられないっていうジンクスあるんで、頑張ってミラクル起こさないと。でも私の友達に指輪職人の見習いの子がいるんですけど、モッテモテで恋愛してますよ。ああ、うちの見習いの子も俺よりリア充っぽいな。不器用で自分の指ハンマー打ちつける子なんですけど。私の友達もハンバーグ焼いて火災報知器鳴らしてた。でも一生懸命でなんか世話焼きたくなっちゃうんですよね。うん、記憶喪失なのに一生懸命で。え？え？もしかしてその子って尾形真琴？真琴ちゃん。ミラクルですね。ジンクス破りたかったらまた来てくださいね。私ミラクルがあるかも。わあ。よし、ミラクル。あの人何者？みんな嘘だったんだよ。何言っても信じてもらえないから。寂しいからって忘れたらもったいない。その嘘って誰のため？くるり。誰が私と恋をした？火曜夜10時。本当の私に戻ろうって。